これすごい。わ、女流棋戦も、賞金上がったな、という、印象でしたけども、それをさらに上回る。お願いします。はい、皆さん、こんにちは。囲碁棋士の三村です。今回は、ニュース、ちょっといいニュースですね。囲碁界明るいニュース一つ、ご紹介します。昨日私も気がついたんですが、日本棋院のね、ホームページで発表がありました。博多カマチハイ女流名人戦。棋戦名称および賞金変更について、棋戦名が変わることと賞金が変わるということで、賞金が、下がるんではないですね。賞金が上がったわけですね。上がったというニュースで、現在34期優勝したのが上野愛咲美さんなんですが、それで35期を、今現在戦っている途中で、賞金の変更があったということですね。34期、上野さんが女流名人を、藤沢里菜さんから、確か取ったと思うんですけど、この時の優勝賞金が700万円、準優勝は200万円だったのが、35期より、なんと1000万円、準優勝で300万円。これかなりすごい。女流棋戦で1000万円いったの初めてだと思いますね。で、これで、今までは扇興杯が800万円で最高額だったと思うんですけど、これ抜いて1位になったということで、なお、女流名人戦の棋戦序列は、女流本因坊に次、現在と変わらず第2位となります。賞金では1位になったけれども、1番になったけども、序列は2番になる。序列というのは、例えば、女流名人と女流本因坊がいます。対局するときは、女流本因坊、序列が上の方のタイトル保持者が上座になるということなんですね。席の上座につくということで、例えば、一般棋戦で言うと、棋聖と名人は、棋聖の方が序列が上、棋聖が一番上ですので、そのお二人が対局するときは、上座に棋聖が座ると。で、握りをするときも、棋聖がまず握るということになると思います。普段ね、タイトル持ってる人とか、僕らの対局で言うと、段が上の方で、同じ段だったら、先に入段した方とかね、そういう、プロになったのが先の方が序列が上になる。で、序列が上の人が上位の席に座るとか、握りをするとか、そういう、上下関係があります。で、それで、女流のタイトル保持者の中では、女流本因坊が現在ナンバーワンで、その次が女流名人戦で、賞金は抜かしたけれども 一覧見てみましょうかね。それで、これがその、現在ある女流棋戦、女流のタイトル戦ですね。1、2、3、4、5、6。6つあるんですけど、実質その提携のこの、女流レジェンド戦っていうのは、これは、何歳以上でしたか？割と年齢制限のある、ベテランだけの棋戦ですので、それを以外の、女流棋士が全員出られる棋戦というのが5つあるわけです。これね、徐々に増えています。私が若手だった頃は確か3つぐらい、だいたいいつも3つぐらいだったのが、女流棋戦は最近なんか徐々に増えているし、賞金も上がっています。で、序列が一番上とされて、なっています。女流本因坊戦は共同通信社主催、他主催ということで、優勝賞金が550万円。大体これぐらいが長年、その女流のタイトルの普通の、優勝賞金額としては割と普通だったのが、女流名人戦が700万円、となって 女流立葵杯、これは2014年設立、割と新しい棋戦ですけども、これも700万円。そして、女流棋聖戦、これは、テレビ対局で、早碁棋戦で、テレビ対局でタイトル戦を3番勝負で行いますけども、これは500万円。そして、今までの最高額だったのが、その一番新しくできた、2015年にできた扇興杯女流囲碁最強戦ですね。これを優勝賞金800万円ということで、ニューエイコさんが2連覇しています。2回800万円ゲットしています。
これすごい。わ、女流棋戦も、賞金上がったなという、印象でしたけども、それをさらに上回る1000万円ということに、なります。うん、これはすごくいいことですね。この、まあ、賞金を上がったということは、当然ね、スポンサー様の意向でね、そういうふうに上げていただいたわけですが、そのスポンサーは、一般財団法人巨樹の会、株式会社トータルメディカルサービス、株式会社メディカルテンダー様ということで、これ何社か、3つ出ていますが、これは、どうなんだろう、病院ですね。巨樹の会というのは病院のグループだそうで、私もちょっと詳しく、存じ上げてはないんですが、全国展開されていますね。で、おそらくこの博多かまち杯となっているので、博多がメインだったのではないか。博多で実際タイトル戦は博多でやるのかな。番号をね、博多でやったりもするのでしょうが、この病院自体は本当にその、この病院の創設者、この巨樹の会の創設者が、かまち真澄様ということで、おそらく以後、ね、会を応援してくださる囲碁愛好家の方なんだと思います。かなり、まあ、大きなグループですだそうですね。全国に、山口県下関だったり佐賀県だったり、千葉県にも結構あるんですね。私千葉県民ですけども、千葉県にも結構ありますということで、まあ全国展開されている病院グループ、巨大なグループですね。うん、そういえば、会津中央病院杯も病院のね、スポンサーとなっています。非常にありがたいことですね。強力な、医療界の応援者ということで、本当にありがとうございます。ということで、優勝賞金1000万となると、やはり、準優勝でもね、300万ですから、ね、うちの奥様にもぜひ頑張ってほしいということで、まずね、女流名人戦のいいところは、リーグ戦になっているところです。女流棋戦の中で唯一、挑戦者争いはリーグ戦で行われるということで、これもね、まずリーグに入るという大きな目標ができるわけですね。このようなリーグ戦で、5、6、7人でのリーグ戦で6局打てるわけですね。で、挑戦者争いという大きなステージでの勝負を6局は、ここに入れば6回は戦えるということで、まあ、上野梨紗さん、一番下に入っていますけども、10代のね、若い選手、若手にとっては、ここに入るという大きな目標ができます。前期は、中村すみれさんと上野あさみさんの挑戦者争いで、最後、上野さんがそれを制して、全勝で挑戦者になって、そして、3番勝負を、失礼します。3番勝負は全部日本棋院で行われていますね。これで3番勝負を上野さんが2連勝して名人になったということですね。で、これが34期ですね。で、35期は現在予選 A まで行われています。この予選 A を抜けるとリーグに入るということでしょうか。予選 A、伊沢秋の5段、リーグに入りましたね。結構ベテラン選手というかね、の中ですごい、若手の高尾真理さんを破ってリーグに入りました。あと、シエミンさん、星合志保さん、鈴木あゆみさんを破ってのリーグ入りですね。3人上がったわけですね。ということで、34期の残留者、この時に残ったのが、藤沢里奈さんと、中村すみれ女流棋聖が2位で残留。3位で入栄子選考杯が残留。そして上野梨紗さんも3位で残留ということで、その4名に加えて、先ほど言った3名が入っての挑戦者争いとなりますね。ということで、女流棋戦はね、本当に華やかになりましたね。棋戦も増えて、賞金も上がって、そしてスター選手もね、続々と出てきています。若手の強い選手が出てきていますので、ベテランもね、ぜひそこに入って盛り上げていかなければいけません。小西和子さんは、この定型杯、定型グループ、定型杯は、若手
の年齢制限のある若手の部門とあのベテラン部門とね、できてレジェンド戦があって、小西さんも頑張っています。ぜひね、こういう、50代棋士もこのタイトル争いに、ね、もう一回頑張ろう、入ってほしいなと思いますね。ということで女流棋戦すごく数も増えて賞金も上がって、スター選手も増えて、今後ねもっと盛り上がっていきそうですね。ということで今回は、女流名人戦が、初めて1000万円賞金1000万円になったという、ニュースをお知らせしました。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。囲碁棋士の三村智保でした。ご視聴ありがとうございました。